久保子です。よし、でもね、今から、福岡県ですね、福岡県の納品先行ってきたいと思います。ちょっと寝すぎたな。4時ぐらいにね、朝の4時ぐらいに起きるつもりやったんやけど、現在5時ですね。ちょっと1時間寝すぎちゃった。さあ、今からね、ぼちぼち走っていきたいと思います。現在ね、朝の5時なんで、まだ交通量は少ないと思う。今回はね、山口県の周南市、それへね、周南で眠っておりました。さあ、ぼちぼち走ろう。はい、今納品先到着です。到着、現在7時30分、7時半ですね。前にね、今2台止まってる。だから僕3番目ですね。多分ね、10時ぐらいには終わると思う。ここね、納品が8時から始まりますんで、それまで30分間ね、少し待機となります。よし、もう少しね、のんびりしとこう。思ったより早く着いた。よかった。今日ね、この後納品が終わりましたらね、東海が1本入っておりますんで、そのね、東海に行く予定となっております。とりあえずね、日報書いて少しのんびりしよう。よし、納品完了ですね。納品完了、現在9時です。よし、今からね、一旦会社の方に帰りまして、今日ね、一軒東海入っておりますんで、近場のお仕事行ってきたいと思います。さあ、とりあえず時間がありますんで、のんびり帰ろう。来ましたね。
よし、統廃完了ですね。統廃完了。今からね、会社へ帰りたいと思います。ここからどれぐらいかな、2時間ぐらいかな、ね、会社へ帰って久しぶりにね、我が家へと帰りたいと思います、ね、ゆっくりお風呂に入って、ね、あったかいお布団で寝よう。さあ、あとね2時間ぐらいありますんで、もう少しね走りたいと思います。なんかね、急に風が強くなってきて、今日の晩すごい雨が降るっていう天気予報なんで、雨が降る前に帰りたいけどな。風がすごい強いからさ、雲がすごい速く流れとる。遠くの方に風車があるんやけど、風車もすごい回っとるな、ね、雨が降る前に帰りたいな。バシバシバシ帰りたいと思います。